それではですね、クリッパー LTD の、松島さんによる、なぜ、E3 テストがたまに落ちるのか、発表をお願いいたします。はい、松島です。よろしくお願いします。なんか、あれですね、不正義に喋っていいみたいなこと言われてるけど、票が乗って100枚ぐらいにスライド作っちゃって、なんか、超えるかもしれないですが、まあ、はい、承知を決めます。はい。はい簡単に自己紹介します。松島と言います。まあ、なんかこんな感じのアイコンでいますが、もうなんか7年ぐらい前の写真なんで、だいぶ若かりし日の僕です。で、プデート、ルビーとワンシャントイとデッドバイデイライトっていうホラーゲームが好きなんですけど、まあ、あれですね、誰かやってる人がいれば一緒にやってください。あと、西っぽり RB とグラフキュール東京っていうのをちょっと主催したりしています。で、クリッパーは何をやっているかというと、まあ、勝手に言うとクリッパープラットフォームっていうやつに、スタディサピってやつに本受けるような乗せて動かしてますという感じですね。これが来週か、来週に、スタディサプリの話があるので、まあ、よければ来てください。はい、さん、ビアハイアリングです。はい、といったところで、本題に入っていきたいと思います。ここで言う E2E テスト、E2E テストとは、ユーザーの操作を再現して行うテストのことです。で、この発表の中では特に、実ブラウザー、で、その中で特に、まあ、Chrome を用いているものについて説明していきますが、まあ、Chrome 以外も基本的に同じような並びになります。で、あれですね、Rails を使っている皆さんにおきましては、まあ、E2E テストって言ったら、Rails システムテストとか、フィーチャーステック、システムステックだったり、まあ、Cucumber とか、タンクとか使っている感じのやつの話です。はい。で、Rails システムテスト、まあ、あれですね、5.1 から入ってきましたみたいな感じなんですけど、まあ、見てみると、もうこれ出たの1年以上前なんだなっていう感じで、もうすっかりおっさんだなみたいな、日が過ぎるのは早くなりましたねっていうのを思ったりしますね。はい。まあ、もはや Rails 自体がサポートしてるんですけど、E2E テストを書いてますか？書いてる方は、結構皆さん、はい。で、あれですね、今回、ここに、あれですね、裏のね、ルボコップの話を聞いて、でもこっち来てくださった方々は、まあ、皆さん、E2E テストを書いてる。で、まあ、想定する、対象の人としては、あれですね、プロジェクトで、まあ、なんか、すでに導入されていたけど、まあ、自分では導入してないし、どうやって動いているのか、まあ、ふわっとしかよく分かってないよみたいな人とか、あとは、まあ、あれですね、実際に動かしているたまに落ちて、困っているみたいな人を、想定して書いていますので、あれですね、ETテストをどうやって書くかみたいなところよりは、それがどうやって動いているのか、そしてどうして落ちてしまうのかみたいなところについて話していきたいなと思います。はい、今日の話はこんな感じです。まず最初に、カピバラ、ビジット、皆さん、大体カピバラを使って E2E テスト書いてると思うんですけど、そのビジットの向こう側について、紹介した後に、落ちる原因と対策ですね。まあ、僕が、なんかよく見ている、よく見ている、過去に遭遇しているパターンをいくつか紹介します。で、最後に、こういうたまに落ちるテストと、どうやって日々向き合っていけばいいのかな、みたいなのを、話したいと思っています。はい。まず最初、カピバラのビジットの向こう側についてですね。結構コードがいっぱい出てくるので、Twitter の方にも、もうすでにスライドを上げているので、まあ、後ろの方とかですね、前に行っていただいたりとか、まあ、まあ、シャイな方は、まあ、ガーディックの方を見て、コードとか見ていただければいいかなと思います。はい。まず最初、カピバラのビジットですね。皆さん、まあ、最初に、まあ、ビジットでどっか行ってから、操作を行っていくと思うんですけど、このビジットをやるにあたって、まあ、ざっくり言うと、まあ、テストのプロセスと、それがカピバラを呼び出して、Rails のダミーサーバーがいて、Chrome が起動してみたいな感じの、流れになっています。ここの、まあ、どうやって動いているのかみたいなところも、まず簡単に、説明していきたいと思います。で、まあ、ビジットを呼び出した後に、カピバラの DSL のビジットですけども、このぐらいでは、ローカルホストの、まあ、空いているポートで探して、カピバラが、Rails のサーバーが上がるみたいなことをやっています。これどうなってるかっていうと、具体的にはビジットっていうのは、カピバラのそのセッションの DSL メソッドっていうところにあって、実態としてはこのページというオブジェクトに異常だと。このページっていうのはカピバラのカレントセッションっていうやつで、まあ、なければ作るみたいな感じになっています。で、このカピバラのセッションを、イニシャライズ作るときに、こんな感じで、あれですね、サーバーが必要なら作る。で、Chrome とかの場合でも必要になるので、まあ、作りますという感じで、起動して、で、これの、実際に、呼び出して、ブートのところは、こんな感じで、別スレッドで、カピバラサーバーコールを行うという感じですね。
で、このカピバラサーバーコールの、具体的な実装としてはレジスターサーバーしている部分の、ブロックが呼ばれます。で、これが、まあ、ドルトのピューマだと、こんな感じのピューマサーバーミューみたいな感じで、呼び出されているんですね。で、なので、ここからわかるポイントですけれども、まずビジットしたときには、レールズのサーバーがテストモードで起動しています。で、これが別スレッドで起動しています。で、レールズサーバーが上がっているので、なので、テスト中にそのイニシャライザーが、このタイミングで呼ばれて、でその後はまあ呼ばれるタイミングがないので、スタブしたりするときはまあ気をつけて済む感じですね。あとは、別プロセスではなくて、同一プロセスで別スレッドとして動いているおかげで、テスト中にスタブするようなことができる。はい、その次ですね。カピバラ、やっと、レールズのサーバーが上がりました。その次に、クロームを起動するようなことを行っているんですが、クロームを起動するにはなくてですね、まあ、なんかいろいろ登場人物が出てくるんですね。で、具体的にはどういうのが出てくるかというと、カピバラからセレニウムウェブドライバーという人物に対して、初期化処理を一応していて、でその中では、クロームドライバーに対して、よろしく頼むと言っていて、でクロームドライバーからクロームがやっと起動する。皆さん、まあ、あれですね、クロームドライバーをなんかインストールしろみたいな感じでなんか怒られた経験とかがあったりするかなと思うんですけども、そういうのは、クロームドライバーが挟まって、取り持っているからという感じなんですね。で、じゃあさっきのビジットの続きですけれども、さっきは、セッションの、イニシャライズの後は、まで行ったところなんですけど、その後、実際には、このセッションの、ビジットってメソッドから、アイブティックドライバービジットっていうところに、移動されていて、で、このドライバーの実態は何かっていうと、まああれですね、パンプ JS 試合とかはなんかこんな感じのことを書いてる人も、記憶もある人もいるかとは思うんですけれども、このプロップ自体が、ドライバーとして移動するようになっています。で、このドライバーのビジットから、今度はまた移動されていて、内部のブラウザー .navigate.to みたいな感じになっています。で、このブラウザーというオブジェクトは何かっていうと、セレニウムの Web ドライバー4みたいな感じで、セレニウムの Web ドライバーのインスタンスが作られている。でもそのインスタンスを作る際にあたって、サービスドットスタートみたいな感じで、これは Chrome の例ですね。Chrome の場合だと、ここの中のですね、まあ、こんな感じで、最終的にはスタートプロセスみたいなのが呼ばれるんですけども、この部分で、まあ、Chrome ドライバーをビルドプロセス、まあ、別プロセスでなんかまあ起動しているというような感じの流れになっていて、で、Chrome ドライバーを起動した後に、このブリッジっていうオブジェクトが作られます。このブリッジの、クリエイトセッションっていうのが、何をやっているかっていうと、エグゼキュートニューセッションっていう感じになってほしいんですけど、で、ここの実態は何かっていうと、まあ、ここを見てもらうとわかるんです。まあ、HTTP コール、バーブ、パスみたいな感じで、要するに、REST API を叩いているんですね。それが具体的にどんな感じになっているかっていうと、このニューセッション、さっきのエグゼキュートニューセッションやつが、それは、HTTP のバーブがポストですよ。で、パスがセッションですよ。みたいな感じの、定義になっていて、で、そこに対して、で、Chrome ドライバーの方の、つまりこのセッションっていうところにポストをしているというような感じなんですね。で、ここの中までさらに取っていくとですね、Chromium のですね、GitHub 上に、Chrome、オフィシャルのミラーリポジトリがあるので、ここを見るのが、まあ、パッと見ながらやりやすいですね。この中の、下に、Chrome テスト、Chrome ドライバーみたいな感じで、ロジトリが、切られているので、その下に Chrome ドライバーのソースコードが置いてあります。で、これ自体は、まあ、要するに HTTP のサーバーになっていて、で、あれですね、ここが、セッションに対して、呼ばれてきたときに、ここの、ファンクションが呼び出されるような感じになっています。で、そこの中を取っていくところに、Init セッションヘルパーっていうところに、についてで、その中で、まあ、なんやかんやあって長いんですけど、まあ、ラウンチクロームしていて、でラウンチクロームは、まあ、ラウンチデスクトップクロームみたいなところに最初に移植されて、で、まあ、大事なのはここです。まあ、こっちも結局、まあ、ラウンチクロームって呼び出して、で、プロセスをコマンドで、コマンドがこの上の方で、まあ、なんかコマンドライン引数がいろいろボケボケされるんですけど、その結果、まあ、クロームがバーンと上がりますというような感じで、起動しました。で、そして、やっと準備、登場準備揃ったので、その後、カピバラからですね、やっと、今度は起動が終わったんで移動してくださいというような感じの指示が渡り、で、これの先は、ブリッジ、さっきイニシャライズしたブリッジの、ゲット URL の、このゲットが何かって言って、エグゼキュートゲットに移動されていて、
で、この get っていうコマンドはもうポストなんですけど、ちょっと名前がややこしいので、get って、内部的な get ってコマンドは、この、セッションのセッション ID の URL っていうところにポストするのが、これの、ビジットの実際に表示しようっていうところの、移動先のやつですね。まあ、クロームドライブのをちょっと省略します。で、ここまで見てわかるポイントですけど、カピバラは、要するにセレニウムウェブドライバー越しのクロームドライバー越しにクロームを起動しています。で、クロームドライバーと、カピバラというか、セレニウムウェブドライバーは REST API でやり取りしています。で、この REST API は何かっていうと、ウェブドライバーの仕様があって、そこの方に、まあ、準拠したり準拠しなかったりするような感じで実装されています。で、カピバラの DSL は、さっき見た通りにドライバーの V2 みたいな感じで、カピバラとしてはカピバラドライバーがいて、でそいつに対して処理を移動しています。で、ドライバーを差し替えられるようにカピバラは作られています。なので、まあ、皆さん多分使ってたポルターガイストとかは、このカピバラのドライバーの一種です。はい。といったところで、まあ、あれですね、大体ビジットしたら、まあ、一通りの登場人物について頭に入ってきたかなと思っています。で、いよいよ本題の方ですね。知事原因対策一緒で話していきたいと思いますが、ここまでで、時間気にしなくていいって、質問どれぐらいですかね。あと、9分ぐらい。はい、ありがとうございます。はい、では、知事原因対策の話について、ご準備いただきたいなと思います。はい、ですね、クリックに失敗するっていうのが、僕が一番よくできるパターンかなと思います。で、クリックに失敗する、ですね、まあ、レールのシステムテストとか、まあ、カピバラスクリーンショットとか入れていると、まあ、失敗時にスクショが、出るかと思うんですけども、こういうのを見てみると、まあ、なんか繊維ができていなかったり、しているようなスクショが、見られると思います。僕の経験上、大体9割方はこれが原因かなと思います。で、これは、クリックに失敗するのはなぜかっていうとですね、クリック処理、っていうのは、大きく2段階に分かるんですね。で、一つが、そのクリック対象となる要素の座標を求めるという処理ですね。で、二つ目が座標をクリックするという処理を行っています。ので、何が、まあ、大体想像ついてきたかと思うんですけど、この座標を求めた後にヒュッて動いて、で、グッて押すと、まあ、もともと要素があったはずの原因を押してしまったので、そこにはいないですというような話になって、で、クリックしたつもりがクリックしていないというようなことになってしまいます。で、ここについて、まあ、また実装の方を見ていくと、まあ、そうなっていることを確かめましょうと。で、このクリック、が、まあ、入り口になってくる。このネイティブのクリックっていうのは、まあ、セレニウムのウェブドライバーの方に移動されていて、で、またさっきのブリッジのクリックエレメントというところに起こしてきて、で、まあ、またさっき見た、まあ、コマンドのマッピングですね、ここの URL にポストしますというような感じになっていて、でそこから先は Chrome ドライバーの領域、Chrome ドライバーがそのレストをPI から、このですね、エグゼキュートというエレメントのところに、移動されてきて、で、ここが、実際の本丸になってくると。で、本丸のところは、まあ、一部抜粋すると、大体こんな感じになっているんですけれども、その中で、まあ、やっていることは、一番最初に、ゲットエレメントクリッカブル、失礼しました。ゲットエレメントクリッカブルロケーションという形で、どこに、まあ、その座標があるかっていうのを取得します。で、その後、まあ、あれ、狙いを定めて押して離すみたいなことをやっています。ので、まあ、確かに2段階にわたって処理が行われているということがわかると思います。で、これについては、Chrome ドライバーの方の、まあ、よくある質問みたいなやつを見ると、ちゃんと書いてあって、まあ、動いてるとクリックできんよと、ちゃんと書いてあるんですけれども、まあ、で、これ自体は Web ドライバーの使用的にも、まあ、なんか、そうなって、まあ、ユーザー操作ってそういうもんだよね、みたいなところで、まあ、狙いを定めて押せと。で、まあ、狙いを定める位置みたいなのも、ウェブドライバーの方に、どこを狙えみたいなのが詳細まで書かれてるんですけど、まあ、そういう感じで2段階に分かれてしまうので、まあ、どうしようもないです。で、まあ、こういうのが、どういうパターンがあるかっていうと、まあ、皆さん、大体、よくやると思うんですけど、まあ、アニメーションですね。で、アニメーション、CSS アニメーションで、まあ、なんかこう、ギュって動く。まあ、JQuery とかでギュって動く。まあ、よくやると思うんですけど、こういうのは、まあ、よくあるパターンですね。で、これでも自分で意識的にニューって動かしてるやつは、まあ、なんか、その、エンドテストを自分で書いているとき、大体わかってるんですよ。
で、まあなんか動いてるから押せないっしょみたいな感じで、なんかスキープ3とかやって、で、押してるみたいなのが、まああったりとか、あとはあれですね、JQuery でゴニョゴニョってやって、アニメーションをステーブルとかしてやってたりするので、これ結構想像がつきやすいので、まあ自前で待ち処理を入っていることが多いかなと思っています。で、ちなみにこれについては、カピバラの方でですね、最近、2ヶ月前かですね、ディセーブル、ディセーブルアニメーションという、フィーチャーが入ってですね、カピバラディセーブルアニメーションというやつをトゥルーにするだけで、ですね、これ何が起きるかっていうと、これを挟み込むような、ラックミドルウェアを挟んで、ですね、グローバルなスタイルで、まあなんか無効化しつつ、で、お前 JQuery 使ってんならまあなんかこの辺や触っとけば大丈夫でしょみたいな感じで、無効化しに行くみたいなハックを行うことによって、無効化していたりします。まあ、その辺は、まあ、あれですね、JQuery 系の何かを使っている方で、アニメーション、JQuery やってる方はなんかこの辺は、なんか自前で書いているパターンが結構あるのかなと思います。で、ただアニメーション以外のところでよくあるなと僕が思っているのはですね、画像読み込み完了みたいなときにガクッとなるようなですね、CSS になっているようなパターンっていうのが、僕は結構見落としがちかなと思っていて。で、これはつまり何を意味しているかっていうとですね、まあなんかガクッとなる類って、まあなんかたまに、まあ最近開いたときによくあると思うんですけど、これって自分のユーザーを見せるかもしれないですね、そもそも。で、なので、まあ、可能であれば、本当は、CSS とかを見直して、で、ちゃんと、その座標がずれないようにみたいなところを気にするべきかなと思うんですけど、まあ、とも言ってられないので、まあ、こんな感じでですね、まあ、なんか、適当にエグゼキュートスクリプトとか、リバイルスクリプトとかやって、ガーッとなんかこう全部、待つみたいなことをやれば、まあ、なんか、とりあえず待てなくはないです、という感じで。で、まあ、クリック失敗するけれども、まあ、基本は、その、なんていう、ユーザーがちゃんと押せるなって判断しているのは、どういう要素が現れた時だろうみたいなのを考えて、で、それのユーザーが待つのと同じような形で待つっていうのが、まあ、一番理想かなと思っています。まあ、とはいえ、まあ、なんかいろいろ難しかったりするので、まあ、テスト中はインポータントとかつけて、なんか、アニメーションとか動かしてみたりとか、っていうのを、やってみるといいんじゃないのかなと思っています。はい、その2ですね。アサーションゴイン、サーバーエラーゴイン。あんまり見たことない、まあ、人によるとは思うんですけれども、テスト本体のアサーションは通っているけれども、なんかこう、ティアダウンみたいなところになんか落ちてるっぽいように見えるみたいなのが、まあ、たまにあってですね。で、典型的には、まあ、あれで DB が、まっさらだと、なんか4マリオンになって落ちそうみたいなパターンがあったりします。で、これは、ですね、どうして起きてしまうかというと、DB のクリーンアップ処理が終わった後に、ブラウザーから、まあ、こう例えばボーリングみたいな形でリクエストが、起こることによってサーバーエラーになってしまいますというパターンがあります。でこれ具体的にはどういうことかというと、まあ、さっきの登場人物たちに対して、今度はあれですね、まあまあ、基本的に皆さんは DB 使っていると思うので、まあ、ファクトリーガールとか、ね、ファクトリーボットとかで、ユーザーを作って、そこに対してゲットしに行くみたいな、シナリオを考えたときに、まあ、最初にトランザクションかけて、で最後にまあロールバックしてクリーンアップするみたいな感じになっている。ね。クリエイトして、そこに対して、で、まあ、レイズが DB から引っ張ってきて、で、そのレスポンスを返して、で、終わって、ブラウザ終了みたいな感じの流れになっているんですけれども、この時に、ですね、ロールバックしてからブラウザを終了するまでの間に、ユーザーのコーリングが走ったりする。まあ、走ったりすると、サーバーの方に、問い合わせが行って、で、DB の方を見るけど、ないから404みたいな感じになったり、します。で、これについて、ですね、システムテストの、レールズシステムテストのリリース前に、あ、この問題、あれじゃん、レールズシステムテストでも起きるじゃんと思って、いろいろ調べてて、どうやったらいいかなっていうので、僕が思いついたのは、ここにロックするようなミドルウェア挟めばいいんじゃないと思って、なんか作ってみたいんですけど、ただ、よくよく考えてみるとですね、これのロールバックとブラウザ処理の順番を入れ替えるだけで、先にブラウザ閉じちゃえば起きないじゃんと思って、やってみた PR が、まあ、実は入って、これ変えるだけなんですけど、これが結構ミソで、で、なので、ブラウザ終了処理は DB クリーンアップで先にやらないといけないんです。で、システムテストについては、まだベータ版のうちに僕は直しておきましょう。で、ただシステムテストを使ってない方々とか、ですね、モンゴとか使ってるですね、データベースクリーナー使わざるを得ないみたいな感じになったりするので、そういうティアダイオ処理とか入れている場合
については、なんか読まれるようになるみたいなのを見た場合には、こういうところを見直してみると、と思います。で、この辺が、あれですね、どうしても、レールズシステムテストは、レールズがみたいな感じで、トランザクションの管理みたいな、もうカピバラのティアなのみたいな、ちゃんと考慮してくれるので、順番を入れ替えて、そのライブラリで提供みたいな。この辺を組み合わせて使っていた時代だと、カピバラのティアダウンとデータベーススクリーナーのティアダウンで、自分で順番を細かく整理しないといけないので、これはまあほんの一行なんですけど、たまに落ちるにはつながるかなと思っています。はい。次ですね。何もしてないのよ、レールズに。これがですね、これが面白いなと思って、でログイン処理前ですね、テスト始まって、なんかこれからログインするぞみたいな感じなのに、このログインフォーム見えないみたいな。で落ちることがあるんですね。でこれ何でも何で起きるかっていうと、ブラウザのクリーンアップってカピバラどうやってやってるかっていう、クッキーを削除してからブランクページを開くっていう思想なんですね。これはクッキー削除前に開始したリクエストが、クッキー削除後に完了するとクッキーは消されない、再生とされてしまうという問題があって、これどういうことかっていうと、まあ普通の流れだと。あれですね、ティアダウンが走って、でカピバラがクッキー削除お願いしますって言って、で、お手を取ったら、俺とブランクへ行って、で、綺麗だねってなってて、次のテスト始まりよっかっていう感じで、同じクロームを使いますみたいな感じになってるんですけど、ここで、仮にクッキーの削除する直前に、例えば、まあ、ポーリングとかで、クロームからレールズの方にゲットが走っていて、で、クッキーの削除が終わったけれど、でもこのレスポンスはまだ終わってなくて、で、クッキー削除終わった後に、ただこのレスポンスにセットクッキー含まれているから、ここでクッキーがセットされて、で、その後、アバウトブランクに行って、で、この次のレスで同じクローム。というような感じの場合があります。で、これについても実装を見てみると、ですね、ここで、デリートウォールクッキー。これがリセットっていう処理の、ティアダウンで走るやつなんですけども、デリートウォールクッキーズしていて、で、その後に、アバウトブラックへ行くみたいな感じの実装になっていますと。で、これについては、なので、要するに、まあ、あれですね、ブラックページ開いた状態で全クッキーを、まあ、ペアーと全部消せれば、それでいいじゃんっていう感じ。で、ああ、簡単ですね、と思うんですけど、まあ、問題がウェブドライバーにそんな意見ないんですよ、実は。で、で、さっきの流れが、ですね、なんで、この何でしょう、じゃあこれ入れ替えるだけじゃんとかって思ったりするかもしれないんですけど、このデリートオールクッキーズっていうやつは、自分が今開いているページのドメインに対してしか操作ができないんですね。なんでかわかんないんですけど、そういう API になっているんですね。なので、そのドキュメントとか見てみたけど、まあ、なくって、なので、どうしようかなって思って、今やっているのが、そのリセット処理で、クロームを落とすと。落とせば綺麗になるので、落とすみたいなやって見てるんですけど、いやでもこれでパッチ送るのはあれだし、なんかここどうすんのみたいなのはちょっと困っていますが、まああれですね、仮にポーリングとか多いようなアプリケーションで、まあ何もしてないログイン済みみたいなのがあったら、このことをちょっと思い出してもらえるといいかもしれないです。はい。で、ですね、最後。たまに落ちるテストとどうやって向き合っていけばいいのかなみたいな話はちょっと考えしたいと思います。で、まあ、たまに落ちるテストみたいなのは、なんかいろいろ直したりしてきたんですけど、ぶっちゃけめっちゃめんどくさいんですよね。で、バック大変なんですよ。で、何よりも大変なのは再現しないんですよ。なんかこう、あいつのマシン上だと落ちるんだけど、俺のマシン上だと落ちなくて、でも試合で落ちるみたいなことがよくあったりして、で、読み込みタイミングとかによるものって、そうなんですよ。IO の速度とか、なんかその時のマシン上下とか、すごいいろんな要素によって絡んでくるので、なんかあいつのマシンだと起きる傾向があるみたいな、そういう感じになっちゃったりして、すごいめんどくさいんですよ。で、かつ、なんかすげえ苦労して直しても、なんかこう CSS がちょっとガクッとなったところで、まあ、ぶっちゃけ本番以上出してないじゃないですか、みたいなところで。最近思うのが、なんか一層無視するための方法って、なんかこう簡単なやり方ないかなとか思ってて、でも、アルスペックリトライの存在知っているんですけど、まあ、アルスペックリトライのその何でしょう、リトライ用のクリーンアップ処理まで結構気にしないといけなかったりして、まあ、なんかこう、リトライキーでその後です全部落ちるみたいな場合もなんか踏んだりして、したことがあって、でこの辺、まあ使うのもどうなんだろうなとか思いつつも、あと、一番いいなと思っているのは、その、基地質化、そうなんでしょう、よく落ちるかどうかみたいなのを、自動でデータ集めて、なんか無視することができればな、みたいなのをちょっと思ってたりしますと。で、このジャストで、Google が発表があったらしい、僕、行けなかったんですけど、
まあ、PL で見たりとか、ブログ記事読んだりとか、この発表資料見たりとかした感じだと、ここは Google の取り組みではですね、なんかこう420万テストが、テストコードが、テストケースがあるらしくて、これをなんかこう全部のデータを集積しているらしいです。で、その結果が 16% たまに落ちるテストで、でなんかこうテスト結果がこうレッドからグリーンになって、グリーンからレッドになってするみたいな時、試合上では、なんかこう 84% その不安定なテストによるものだったりとかするらしくて、でやっぱこういったその情報をなんか集積していて、分析していて、みたいな取り組みが必要なんじゃないかなと思っていて、今なんか正直サークルシェアやってくれよとかと思ったりするんですけど、でサークルシェアもそんな過去に落ちたテスト一覧みたいなのが、まあ、ブランチごとにとか出せる機能はあったりするんですけど、これだけではそのちょっと情報としては足りないなとか思って。で、こういったそのテスト結果集積基盤みたいなのはなんか自分で作ったりして、行くしかないのかなと思ってるんですけども、クリッパーにはまだないですというところで、さんのなんかブログ記事とかでなんかこんな感じの構想とかがあるっぽい記事をなんか数年前に見たような気がするんですけど、その辺のなんか各社なんか取り組みがあったらそういう話をこの懇親会とかでやれたらなと思ってます。でなんかこういうところについてはですね、なんかテストをレポーティングしてその集積するみたいな部分はなんか結構 OSS 化の余地とかもありそうなので、なんかこういったことをやると面白いのかなとか思ってます。はい、でまとめです。で、カピバラとか DB とかクロームドライバーとか、まあ、いろんな登場人物の話したんですけど、この辺が、どう絡んでどう動いているのか、何が責任なのかみたいなのが分かっていると、まあ、なんかおかしいみたいな時に、ああ、もうやめたってならずに、まあ、なんか多少は当たりがつくようになるので、まあ、覚えておいて損はないです。別の言語でやっても結局カピバラが何かに置き換わってみたいな話にしかならないので、まあ、似たような功績になるから覚えておいて損はないと思う。で、大体の場合、その落ちるテストはクリック失敗します。大体は失敗します。でも、僕言ってて分かってるんですけど、自分で書いても見すぎます。難しいです。なかなか、手元だと書くっていうのは気づかないとか、いろいろあったりするんで、なかなか難しいですね。と思ってて、で、やっぱ、直すの大変なので、いい感じに無視するみたいな仕組みが欲しいなと思って、といった感じです。はい。店長ありがとうございました。ありがとうございました。時間いつまででもいいよっていうことで質問 A メールの質問が1件ありますね。前の現場ではフィーチャースペックをほぼ使わずコントラスペックが中心。今の現場では逆にフィーチャースペックが中心になっている。機能が重複するので両方書くのは考えづらいが、どちらをどういう基準で選ぶべきか、それとも両方書くべきなのかっていう質問です。はい、質問ありがとうございます。ですね、機能が重複するので、そもそもでいくと、僕はコントローラースペックは書くべきでないけど、コントローラースペックって、結局だとコントローラーが何を、コントローラー責務をテストするもので、フィーチャースペックはそうなんですよ。ユーザーから見たときにちゃんと動くんだっけみたいなところをテストするものと思っています。そういったときに、重複するので両方考えるの、書くのは考えづらいかっていうと、コントロール責務って何だろうなって言ったときに、例えばそうなんですよ。ファインドして、このインスタンスバリアブルがアサインされていることだったりとか、処理をこれに移動すること、最終ってみたいなところで、そうなんですよ。コントロール自体の責務って、そうなんですよ。まあパソコンドローラー避けようみたいな話がある中で、そのコントラセキュって何だろうっていう、結局のところそうないでしょ。なんか、何かが、呼び出されていることでしかなかったりする。なので、こいつらが、同じことをテストしているとすると、それはコントラスペックじゃなくて、実質フィーチャースペックみたいな、フィーチャースペックあるいはリクエストスペックみたいな、大外から見たような挙動までコントラスペックでテストしちゃってる感じになっているんじゃないかなと思うので、コントラスペックはぶっちゃけ僕は書かなくていいと思って、フィーチャースペックと、あとその異常先であるところのモデルに対して、テストしていけばいいんじゃないかなと思っています。という感じですね。はい。ありがとうございました。会場の方で何か質問ある方いらっしゃいますか？お話ありがとうございました。何もしない人にログイン問題で、はい、終わるとき、セッションに。したと思うんですけど、その処理って次のテスト始まる前にセッションを消すみたいな処理とかってできなかったらやらない方がいい理由みたいなのがあるんですか？
はい、ですね、次のページを開いた、ちょっと待ってください、開く、なんだ、その次のテストの始まった一番頭の頭でクリアすればいいんじゃないかって話だ、ね。クリアするためにはビジットしないで。ビジットすると選べないかもしれないからね。でも、ビジットして一回開かないと、クリアするためにクッキーを削除するっていう API が、自分の開いてるページじゃないと、ページというかホストじゃないと、ホストというかドメインじゃないと、クリアできないという仕様になっているので、その話を、どうやっても開かないと消せないけど、消してからじゃないと開けない。ロックが生じてしまうので、なんかもう、まるっと落とすみたいな感じになっちゃうかなと思います。はい。何か質問ある方いらっしゃいますか？じゃあ、終わります。ありがとうございました。